はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パッフィーと申します。ちょっと間が空きましたが、久しぶりにやるんですが、新シリーズですね。今ちょっと見えてますけど、プレステ4版のですね、あのドラゴンズクラウンプロですね、こちらの方をやっていきたいと思います。で、そうですね、これも一応やり込んだっていうほどじゃないんですけど、それなりにはプレイして、結構プレイ時間としてはかなりやってますね。ただ、一応ですね、私が持ってたのがプレステ4版は割と最近買ったんですけど、プレステ3版とあとビタ版ですね。で、まあ一番やってたのはビタ版ですね。まあタッチで操作ができたのですごい遊びやすくってですね、まあ、あのコントローラーの部分があのバカになるぐらいこれは遊びましたね。結構酷使してやってましたけど、まあそうですね、ただ結構やらなくなって立ってるので、まあどのくらいできるかなっていうところではあるんですが、まあテストランもほぼしてない状態ですね。結構こうアトラスとかって今プリクラとかの会社って言ったら分かりますかね。昔はあの僕のイメージでは女神転生とかのイメージなんですけど、一応ちょっとせっかくなのでオープニングザラッと見ていきましょうかね。アマゾンはごついっすよね。これ声優さんも結構すごいこだわってチョイスしてらっしゃると思うんですけど、まあ、私自身はあまり詳しくないんですが、何かやっぱり、ああこの人知ってるっていう人が多くて、で、まあ、元々このゲームって横スクロールの 2D の横スクロールゲームになるんですけど、まあ、その辺のベルトスクロールの面白さと、まあ、ちょっとどう言ったらいいですかね、テーブルトークの ロールプレイングゲームですかね、まあ、そういうところのっぽい感じもいい感じで出てて、まあ、今のオープニングの映像なんかでもそうですけど、結構ワクワクするものがありますけれども、まあ、ストーリーも面白かったですね。まあ、あんまり細かいこと言うのもあれなんで、まあ、プレイしながらいきましょう。いずれにしてもちょっと今回、この分ではやってなかったと思うので、ないですよねデータが。なので、まあチュートリアルから始めるようになると思うので、まああまり深く考えすぎずにいきましょう。冒険へ出るためにまずプレイヤー選択で自分のキャラクターを作成してくださいということなので、プレイヤー選択で新規作成で、よしこの何キャラですか、 1,2,34、5、6、うまく動かせないな、6種類ですかね。で、まあ結構ここに細かく書いてあるので、まあ好きなキャラでいいと思うんですが、そうですね、私も、まあ、ザラッとは一通りは触ったんですが、魔法使い系は苦手だったですね。で、あとアマゾンですね、アマゾンも声がこれ少佐の声なので気に入って使ってたんですけど、操作がすごく難しくて苦手だったですね。まあ遠距離のエルフもこれは割と、まあ、上級者向けってなってるんですが、意外とまあ欲張らなければ結構使いやすいかなと思うんですけどね。で、よし行くか。まあ、そうですね。で、私好きなのこのドワーフなんですよね。ちょっとキャラ的に花はないんですが、操作がこのドワーフは、まあ、私的には楽しくって、それぞれ特徴があるんでですね、何が一番楽とかっていうのはないと思うんですけど、なんていうんですかね、プロレスラーみたいで好きなんですよね。投げ飛ばしたりとか、
結構あの派手な派手というかですね、技も結構派手で、あとぴょんぴょん飛び回ったりとかが楽しいので、だいたい結局はドワーフを使って使い込んで終わるっていうパターンが多かったですね。これはオンラインの時とかに多分使えるんだと思うんですけど、オンラインの時はですね、私もあのオンラインでどうかな、数えるほどしか遊んだことなくて、でも結構私がやってた時も結構もう時代遅れではあったんですが、まだおられたんでですね、この手のゲームはまだいらっしゃるんじゃないかとは思うんですが、上手な人は恐ろしく上手ですね。では、これでキャラクターを作成して、このパフピーのドワーフを選びますね。ロンダレ行くか。はい、これでスタートになります。君は酒場のテーブルにつき、給仕に上物の蜂蜜酒を頼んだ。相棒のロニも今日の稼ぎに上機嫌だ。何杯目だかの杯を酌み交わすうちに、君たちはすっかり陽気になっている。こんな時、彼は決まってあの話を面白おかしく喋り始めるのだ。君がまだ駆け出しの冒険者で、右も左もわからなかった時のこと、彼と初めて出会った時の話を。はい、ではチュートリアルですね。移動は左スティックですね。 OK、 こんな感じで1個ずつチェックしてくれるので、でジャンプがペケですね。でダッシュが移動中に四角を長押しするとダッシュですね。で回避が R1 ボタンと、まあビタですごいやってたの、この辺りの操作が結構タッチパネルで画面触るだけでできたんで、すごい遊びやすかったんですよね。はい、四角でこんな感じで叩きます。まああのあんまりいいあの例になるかどうかは分かりませんけど、どちらですかね、ファイナルファイトとかカプコンさんが昔出してたようなゲームがあるんですが、今時この手のゲームってあんまないですよね。どうなんだろう。まあ簡単といえば簡単なんですけど、本当縦軸があって、あの 3D ではないので、この奥行きはあるんですけど、まあ絵が動いてるだけですね本当に。ですね、こんな感じで、まあ、技もいろいろあるんですけど、まあ言ってそんなに難しくはないですね。ほぼ四角が主ですから、捕まえて投げると。これはまあそうですね、まあこれキャラクターで職業で全然違うので、このチュートリアルの内容も変わりますね。これはドワーフの分なので、これで硬くなりますね。でこれはこのメガスマッシュはどのキャラクターもみんな使えるんですが、まあ、必殺技ですね。よくあるこう体力を減らしながらやるとかみたいな感じなんですけど、これ減ることはないです。こんな感じですね。でこれでしばらく拾えないので、グーで戦うような感じですね。で、クロスボウを拾いました。結構武器は強いので、ただ割とこう軸を合わせなきゃいけないので、これは持っているアイテムを使うってやつですね。十字キーの左右でこんな感じで変えていきます。持っているアイテムが出てますね。でヒールポーションに合わせて、ヒールポーションにして下ボタンですね、下を押します。で薬を飲んで回復ですね。でしばらく使えないんですが、まあ砂時計みたいになってるので、それがなくなるともう一回使えるっていう感じですね。よし、じゃあ次行きましょう。
で、リンゴを拾って、こう何もしないとリンゴを食べます。だからまあこの間ダメージ食べたりじゃない、食ったりすると止められますけど、で今見てもらうと分かると思うんですが、最大ヒットポイントが300なので330になってるんですね。食料はこういう効果があって、ちょっとオーバーして増えるんですよね。あ、その扉の鍵、そうですね、開けてやろうか。そう言って現れたのが盗賊のロニだ。素人丸出しの君がその時は扱いやすそうに見えたのだそうだ。はい、ではこれがまあ旅の相棒でずっと一緒にいますけど、盗賊のロニーですね。ロニーは戦うことはないんですけど、宝箱を開けてくれたりとか、まあ敵が落としたアイテムを代わりに拾ってくれたりとかするので、まあそういう意味では貴重な人物ですね。でこれの特徴で、この画面でですね、こうカーソルが出るんですよ。でこう調べたりとかができるんですけど、今ロニーのところに合わせてL ボタンでロニーを調べるとかもできるんですが、まあ基本的にはこの宝箱とかこういう扉ですね、この鍵マークになりましたよね。でこれをの上で L ボタンを押すとロニーが鍵を開けてくれます。じゃあ行きましょう。はい、宝箱ですね。でこの上に置いて、やはり同じように L ボタンでロニが宝箱を開けてくれます。こんな感じですね。で今食べ物とクロスボウが出ましたかね。はい、置いて、まあこんな感じでボスは下にこうゲージが出るようになりますから、まあ、普通の雑魚はあれですね、名前の下とかにあるんですけど、こんな感じで見えますね。このシステムも面白いですよね、画面の上を調べるというか。はい、ほい、倒しましたね。はい、ではチュートリアル終了です。君はこの時から盗賊のロニと共に冒険を続けている。戦力としては全く期待できないが、鍵開けの腕前はそれなりに頼りになる。まあ鍵開けの人ですね。ここはまだしばらくあれかな。では、これで外に出られるようになったので酒場から出ましょう。絵が綺麗ですよね、本当。冒険者の一人としてこのハイドランドへやってきた。多くの冒険者と同じく、町外れの遺跡から危険な迷宮に挑むためだ。だが噂通り迷宮は甘くはなかった。生きて戻れるのは一握りで、骨が見つかって寺院裏に埋葬されるならまだ幸運と言える。君はまだ冒険者ギルドに入っていないようだ。ギルドへの登録を進めておく。そこでは仕事の斡旋だけでなく、訓練によって能力を伸ばすことができる。はい、これで冒険者ギルドに行けるようになりましたね。はい、ではギルド行ってみましょう。広いホールの中央には、全身鎧をまとったギルド長のサミエル・ジョセフが彫像のように立っていた。君はギルドへの加入を希望する。しかしギルド長は君を一別して、商売道具をおろそかにするようでは冒険者としては落第だと突っぱねた。確かに君の装備はこれまでの冒険で相当傷んでいる。これでは実力も半減してしまうだろう。君は装備の手入れをして出直すことにした。立ち去ろうとする君にギルド長はモルガンの魔法道具屋を紹介した。魔法使いの営むその店では、
魔法を帯びた装備でも修理ができるようだ。はい、モルガンの魔法道具屋ですねに行けるようになりました。冒険者ギルドに認められるためにまず君の壊れた装備を修理しなければ。まあ、ここですね。でちょっと見てもらうと分かると思うんですけど、今上のあの名前があるところにこう E が点滅してて、あのハンマー持ってるんですけど真っ赤っかですよね。あれ壊れてるんですね。でそれをまああのギルド長に突っ込まれた感じですね。じゃあここで直してもらいましょう。看板に従って入り組んだ階段を降りると魔法道具店へたどり着いた。店主の魔女モルガン・リズリーがゆっくりと振り返り君の望みを尋ねる。魔力を封じた精巧な杖、錆びて欠けた両手斧など彼女の魔法で直せないものはなく、多くの冒険者がここを訪れるようだ。いらっしゃい。まああの彼女はまあ修理もそうなんですけど、当然アイテムの購入、あの薬とかかなと、あと鑑定をしてくれますね。まあこれはいずれまたちょっと出てきた時にやりましょう。でまあ例えばですけど、こういう時にこのこれまた動くんで、こんな感じで調べたりできるわけですよね。まあ結構ですね、これ怒られないかな、一応反応があるのでやっておきますが、こんな感じでありますね。このシリーズのあの女性はみんなこうペイがすごいことになってますけど、まあとりあえず修理してもらいましょうね。すみません大脱線でした。はい、こんな感じでマッカーですね。で100円を払って直してもらいましょう。はい、 OK ですね。装備の修理だけでなく持ち帰った装備品の鑑定もここでできる。薬や魔法の道具など品揃えも豊富で、今後この店には世話になりそうだ。はい、オプション装備は万全だ。これで冒険者ギルドに君の名を登録できるだろう。冒険を進めるにはギルドのさまざまな協力が必要だ。これがメニューですね。これでようやくスタートメニューが開くようになったんですね。まあ今持ってるのがこんな感じですね。ここも一緒かな。まあ今はそんなに見ることないですかね。あ、でちなみにですけど、ここでも一応技とか出せるので練習はできるんですけど、まああのロニが相手になりますけど、あの通行人とかを叩くと怒られたりしますから。当たらないんだ。これも何するんだ。あれ怒られない。入っちゃった。広いホールの中央には、まあ、いいギルド長のサミュエル・ジョセフが相変わらず彫像のように同じ場所に立っていた。君は新品同様の獲物を手に今度こそはとギルドへの加入を希望する。するとギルド長はまず腕前を見たいと言って一つの仕事を指示してきた。さて君はどうする。まあそうですね、あの試験受けましょう。仕事というのは神殿の遺跡でローランという戦士の手助けをすることだ。ギルド長は現地でうまく合流してことに当たれと言った。はい、これで町の出口ですね、ゲートに行けるようになりました。君はギルドの加入試験として神殿の遺跡に向かい、勇士ローランの仕事を手伝う。すみませんね、まあ、さっきやってたのがこういう人を攻撃すると、あの結構よく使われるあのスタープっていうやつが出るんですけど、うまくできなかったですね。
まあ、異変に連れてかれるんですね。転移魔法のゲートが開いているのが見つかったのは最近のことだ、はい、ゲートを使えば目的の場所に容易に旅立つことができる。じゃあそのゲートを使って出発しましょうかね。この辺とか出るのかな。まあ出ないのか。よし、じゃあ行きましょう。こんな感じでちょっと音楽も綺麗なんですけど、まあマップまでの移動はこんな感じですね。まあこのまあ何箇所もあるんですけど、まあこうスクロールさせて進む感じですね。じゃあ古代神殿の遺跡行きましょう。古代エリシア文明の神殿の遺跡には未だ多くの謎や財宝が残る。神話に残る古のドラゴンがこの文明を一夜で滅ぼしたと伝えられている。うん、こんな感じでアイテムが落ちてますね。君は鳥かごに囚われていた妖精を逃がしてやった。でこの今妖精いましたね、逃げましたけど。でまあ取り損ねたアイテムとかは結構ロニが拾ってくれます。全部じゃないかな、結構拾ってくれますね頻繁に。あで時々失敗しますね、あのロニも。そうですね、あのさっきのがもうあの E ではなくて、まあ、A とかの方が当然あのいいものが出やすいって感じですね。まあ最終的にはこれハクスラーゲームだと思うので、そのまあ出てくる装備とかの効果があの固定されてなかったりするんでですね、その辺もまた面白いですね。で いろんな効果があって、まあ当たりも外れもあるんですけど。ギルド長サミエルに紹介された勇士ローランを見つけた。彼はギルドの要請を受け遺跡で行方不明になった冒険者を探している。君が冒険者ギルドに加入するためには彼の仕事を手伝わなければならない。手分けして行方不明者を探すのだ。君は彼の指示で水没した遺跡を捜索する。行方不明者が失踪してかなりの時が経つ。生存の見込みは極めて薄い。可能なら彼らの遺骨だけでも持ち帰るよう頼まれた。お出ましよ。よし、では行きましょう。まあ行方不明者のまあ捜索なんですが、まあ遺骨だけでも見つけてきてほしいということでしたね。よしよし、あこれ今戸があってあの宝箱がありますよね。まあ開けてもらってよいしょ。でこのスクロールあの戻るっていうのはないので、例えばこちら側に行くっていうのはできないんですよね。まあどんどん進むだけなので、まあ、こういうところはだいたい開けると脇道ですね。水路を通ってやってきているようだ。積み荷も船から降ろされたものだろう。ちょっと食べましょう。あのマークがの下の数字が食べ物の数ですね。あのいくらでも持てるわけではないの で体力もいくらでも増えるわけではないですね。 1.5 倍かな。OK。 もう食べないですからね。まあここまでですね、おそらく 1.5 倍増えるっていう感じですかね。はい、見て
他にはないかな。よし、じゃあ行きましょう。こういうの壊しても出ることがあるんでですね。あ、出てきた。こんなもんか、アイテム。よし、じゃあ次どんどん行きましょう。よし、まあこんな感じでこうカーソルを動かしていくとこうピカピカ光る場所にがあるので、そこを触るとこんな感じでアイテムがポロンと出てきますね。一回捕まえてこう殴ったりできるので、この辺がやっぱりドワーフは便利ですよね。あの捕まえてる間は無力化されるのでですね、結構強いですね。よし、こう行こう。これ罠ですね。あの上にいるとダメージもらうので、あ、でロニは死なないのでですね、あの特にもらっても関係ないです。おっと、捕まえられない。あれ、あ、ナイフだからか。忘れてましたね、ナイフ持ってる間は相手がつかめないんですね。覚えてないな。よし、じゃあ行きましょう。だいぶ奥まで来た感じしますけど、おお、これは大量ですね。でこのポイントはおそらく経験値になると思うんですよね。なんか傷がありますね。あ、惜しくも治癒が間に合わなかったんです。うん、そうですね。これで君は探している冒険者らしき遺骨を発見した。こういった遺骨の傍らには死の前に書かれた言葉が刻まれていることがある。うん、これだったんですね。で三角を押すと回収できます。これは破れるんじゃないかな。壁画を調べると、あ、やっぱりそうだ、壁の奥は空洞になっていることが分かった。ちょっと時間が経つとこんな感じで光ってくれたりしますね。よし、開いた。じゃあ入りま、あれ入れる。こんな感じで結構あの宝箱いろんなところにあるんで、画面見ていくと面白いですね。で、あの、まあ、ハクスラって言いましたけど、結構何回も来ることも多いんでですね、マップ覚えていくと面白いですよ。スケルトン意外と強いんですよね。よしよし、もうないかな。結構落ちてきますね。こんなものかな。よいしょ。まあ一つのマップもそんなに長いわけではないんでですね。あら、またもう一人。行きましょう。さて、もうだいぶ奥まで来ましたから、もうちょっとかな。ふいふい。倒したみたいですね。よし、まだ出るかな。いないですね。ああ、もう嫌な予感がする。ボスですね。ハーピーがボスです。いい感じ。ほら、今のがメガスマッシュですね。やっぱ強いですね。必殺技です。ドワーフはこの落ちてる岩が使えるの強いんですよね。ほら、
はい。ああ、切られた。ほら。うわ、掴まれた。いっていっていって。ほい。外した。ほら。外した。ドッジボールだ。当たれ。ほら。付近にはこうした巣が他にもいくつかあるようだ。他のハーピーに出くわす前に君たちは先を急いだ。はい、これでまあその遺跡のクリアですね。宝箱もこんな感じでランクで分かれてますね。はい、レベル上がりました。お、3になりましたね。はい、で先ほど手に入れた宝箱の中身がこれですね。で戦利品、お、違うな、おかしいな、これで、あ、ここで選ぶのかも。で、このグレーアウトしてる分はまだレベルが足りてないっていうやつですね。で、効果見えないんですけど、結構こう何種類の効果がついてるとか、まあ、こんな感じですね、本当。特殊効果が、あの下のハテナハテナってやつで、これ3つの特殊効果がついてるマントですね。まあ、こんな感じで、これなんか何にもついてないガントレットです。ちょっとまあ、これ何の効果もないんですけど、今装備できるものがないので、これは鑑定しておきましょう。あんま強そうじゃないな。これもそうですね。はい、これはインテリジェンスが7と、最大ヒットポイントが7追加になるっていう感じですね。これも効果ついてますね。まあ、石化と毒はまだあんまりないような気がするんですが。まあ、残りはちょっと、一応、自分も装備できるものばかりなので置いておいて取得して終了しましょう。まあレベルが達した時にまたあの鑑定してもらうようにしましょう。結構あのたくさん持てるんでですね。君は指示された仕事を達成した。ギルドに報告に行こう。よし、じゃあギルドに向かいます。はい。初仕事を終えた君は報告のためギルドを訪れた。しかしギルド長サミュエルはもう一仕事頼まれてくれと指示をする。君が見つけ出した骨から仲間を復活させることができるかもしれない。寺院で復活の儀式を受けさせるようにと言われた。女神アルテナを奉るカナン寺院は町の一角にある。君は早速その場所を訪れてみることにした。はい、カナン寺院に来ましたね。ギルドメンバーを復活させるよう指示された。ここですね。君が寺院の回廊へ足を踏み入れると奥から穏やかな声が響いた。何かお困りのようですね。僧侶はそう言って君に近づいた。僧侶たちの祈りが時折死者を蘇生させるらしい。女神に選ばれたまだ死ぬべきでない者には奇跡が起こるのだ。迷える者よ、何の用かな。では復活させましょう。どうしようかな。この魔法使いにしましょうかね。新たな脈動を与え渇きを満たしさまよう魂を導いて死を巻き戻し目覚めさせたまえ。祈りは女神に届き骨の集まりは血肉をまとって再び息を吹き返す。復活した冒険者は深く感謝し君の冒険に力を貸すことを約束した。
彼らは宿屋に滞在して君が声をかけるのを待っている。君は宿屋にいる冒険者からパーティー仲間を自由に選んで冒険へと旅立つことができるようになった。ただしこれからの冒険では注意する必要がある。冒険から帰還した際、パーティー仲間と死別していると行方不明となるのだ。宿屋から冒険者がいなくなれば、もちろんパーティーを組めなくなる。骨を持ち帰るのだ。復活を果たした冒険者は君の頼れる仲間となるだろう。はい、これで、どうなったかというとこんな感じですね。まあ先ほど生き返らせた彼をと一緒に旅ができるっていう感じになります。で、最大4人なんですけど、まあ今は1人しかいないので、2人で旅をするっていうようなような形になります。で、人数を増やしたくなければ増やせないような形にすることも可能です。で、ちなみにですけど、この今2人じゃないですか。で、このまま出てても時々合流してくることがありますね。仲間がですね、まあそれはそれで面白いんですが、ちょっと今回はですね、ちょっと少なめでいこうと思います。まあなんでかっていうと、ちょっと4人いると見づらいんですよね。よくわからなくなっちゃうんで。なので、まあちょっと設定して、まあどうしようかな、2人かしばらくちょっと1人でやってみて、で、まあちょっときつそうなら2人で行こうかなと思ってます。はい、ではですね、今日はもうちょっとここまでにしましょう。君は指示された仕事を達成した。ギルドに報告に行こう。はい、では次回はですね、またギルドに向かってサミュエルの話を聞いてみるようにしましょう。またもうちょっとチュートリアル気味なことがあるんでですね、まあその辺を終わらせて、まあ次回にはこのチュートリアルを終わらせて普通にもう、まああまり自由はないんですけど、進めていきたいと思いますね。はい、まあでは今日のところはここまでにしたいと思います。まあ本当職業ごとでですね、アクションが違ったり、その敵に対するアプローチとかも魔法使いなんかだと全然違うんでですね、結構楽しいゲームなんですけど、まあもしよかったらですね、ぜひ見かけたら遊んでみてほしいなって思うゲームの一つですね。これもスコンブゲームですね。かなり遊べます。終わりがないぐらい遊べますですね。まあそのあたりもどこまでやるかはまたちょっと置きますけど、まあ進めながらですね、まあ楽しい要素が紹介できればと思ってます。はい、では今日はここまでといたします。はい、では長い時間ありがとうございました。またよかったら遊びに来てみてください。ありがとうございました。ファッフィーでした。失礼します。